Check out our videos on YouTube.先日アップさせていただいた動画でトリップミートマーケットっていうイベントを、まあ、僕ハワのみちおさんとスズカチャンネルのスズカちゃんと一緒に開催をするっていうご案内をさせていただいたんですけど、まあそれに合わせて今回はスズカちゃんとバナナタウンクローチングストアのコラボ商品を販売しようというオファーをいただいて光栄なオファーをいただいていろいろ計画をしてきた感じなんですけど、まあ、そのなんかサンプルのやり取りみたいな動画は今日と遊び行かせていただいた動画でちらっと、はい、ぼかしてご紹介してたんですけど、はい、今回それが完成しましたということで、もうねここになんか並んでるんですけどついに完成しました。ありがとうございます、はい、今回T シャツとロンティーの2型を用意してます。で、まあ、あれですね、鈴鹿ちゃんからいろいろデザインのコンセプトというか、ちょっとお聞きしちゃった方が早いかなと思うんで、なんか、いいですか、ちょっと。無茶ぶりな感じです。本当に私の作りたいものをこうぶつけさせていただいて、形にしてくださったのもみちおさんなんですけれども、案といいますか、こういうものを作りたいということだけお伝えさせていただいたんで、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。まあ、見ていただいたらピンときた方多いと思うんですけれども、まあ、ハワイ、アメリカ好きな方なら一度は見たことあるかなと思う。この、ラブズベーカリーのですね、パッケージをちょっとパロディでやらせていただきまして、まあ鈴鹿チャンネルがジャックした感じにしました。そうですね、はい。なんでラブズベーカリーにしたかっていうのは、まあ、ハワイに行った時に何気なくよく目にする馴染みのあるものっていうのと、このコロナっていう中で閉業のタイミングがたまたまこのイベントとの重なりもあったりして、カロリーでやってみたなっていうのがあったんで、今回ラブズベーカリー、はい、お願いしてデザインしていただきました。このラブズベーカリーのロゴをこううまいことパロディしたいっていうパンをいただいて、で全てこう一からデータを作って、でラブズっぽい書体ってなかなか既存のフォントでなくて、なので本当こう一から作り直してラブズっぽいフォントにしました。で、まあ鈴鹿チャンネルにして、で一応バナナタウンクロージングストア、まあ、コラボレーションさせていただくということで、バナナタウンクロージングストアの文字を入れさせていただいて、でなんか色味もね、こういろいろパキッとする案とか、はい、ぼやかす案とか、かすれさせる案とかいろいろあって、まあ、話し合って色味を見たりとかさせていただいて、でついにねこんな感じでちょっとこう色合わせた感じが入りつつ、着やすいデザインになってるかなっていう感じで以上仕上がりました。 T シャツは、はい、なんかお土産 T シャツみたいな感じだね。企業のいい感じに仕上がったと思います。はい、一応表が結構可愛いですよね。これね、そうバッグなんですけど、はい、表はシンプルにこんな感じで結構好きな感じ、はい、鈴鹿チャンネルでちっちゃくバナナタウンクロージングストアと入ってます。まあ、なので、まあ、普段使いもできるかなっていうね、うん、感じを意識して作ってるので、生地も6オンスのちょっと肉厚だけどテロッとしてる、まあ着やすい素材感にはなってます。丈夫かつ着やすい素材感にしてます。でこれはなんか、まあ、なんだろうな、女の子も着れるし、ちょっと可愛らしい感じではあるんですけど、はい、まあ、ラブズ自体がそういうパッケージですし、ね、そうですね、なので、ハートもね、もともとここについてるので、はい、
はい、でも全然これはもう自分も着れるデザインかなって思って作ってるので、男性の方もまあ可愛らしい感じなんですけど着れるかなと思います。で今度こちらロンティーの方になります。ロンティーの方はなんどっちかというとこうすずちゃんがイメージしてるのは多分こっちの方だったんですよね。そうです、はい、そうでこっちはもうなんかバルノタウンのアメカジな要素というかを完全にちょっと入れて、もう男性の方も女性の方も気負いなくもう普通に普段使いできるように仕上げてます。でもこのラブズのトラックとかお店とか全部このスーパーに並んでる感じとかも全部鈴鹿チャンネルに入ってるんですよ鈴鹿チャンネル目白押し、はい、でもこれもさりげなく入れてるので、あのここまで鈴鹿チャンネルっていうわけではないというか、そうです、はい、なんか合わせやすく着れるかなっていうデザインに仕上げてます、まあ、こっちはバレオタウンっぽいかなっていう感じで仕上げてますね、うん、色味もいろいろあったですよね。黒にでプリントするか、ね、茶色でプリントするかとか、結構私あんこの色とこの色やったらどうなりますかとか、うん、何パターンも、そうですね、まあ、ボディの色もね決めていろいろやったし送っていただいて、はい、これに結果仕上がったって感じですね、はい、なんかどうですか。トラックのロゴを鈴鹿チャンネルにしたいっていうのもあったんで、うん、それをうまくこう入れてくださったのはすごいいいなと思ってますし、好きな私ブラウン好きなんですよ、うん、茶色で、まあ、黒とか白って結構よくある色味かと思うんですけど、茶色なんでちょっと優しいブラウンで、うん、私も好きな色なんで、まあ、ぜひこれを着てハワイに行っていただきたい。最高です、はい、で、まあこれあとフロント、これまあバッテなんですけど、フロントはこれも、はい、シンプルにパンのローというかパンのイメージがついてます。これもここにちっちゃく鈴鹿チャンネルと読めるか読めない程度でバナナのタンクの人と入ってます、はい、もうこれは本当にもうさりげなく鈴鹿チャンネルアピールできるっていうアイテムになってるかなと思います。これも T シャツ同様、生地感は6オンスのちょっと厚みがありながらテロッとしたすごい感じになってます。でサイズ展開が S サイズから XL までご用意しているので、まあ、女性の方から男性の方ま で女性の方もまあ S サイズか M サイズか、まあ、人によっては L とかちょっとボーイッシュに着るっていうスタイルもできるし、まあ、メンズの方はもう普段のサイズ感でちょっとまあアメリカサイズのなんですけど、まあ、程よく着れるサイズ感になっているかなと思うので、好きなサイズを選んでいただければなと思います。で、まあこれがトリップミートマーケットで2人のコラボ企画としてトリップミートマーケットで販売をするという感じで、はい。そうです、はい、でもしまあそのタイミングで余ったら、あのバレットのプロデューサーのオンラインサイトで販売をさせていただこうかなと思います。はい、必ずゲットしたい方はトリップミートマーケット。足を運んでいただいて、はい、これ鈴鹿ちゃんサイン入れてもらっちゃう。いや、もうサイン入れたらダサくなっちゃう私のサインこのまま十分、まあこれ着て記念撮影とかね、そうですね、あ、したいですね、せっかく来ていただける、はい、当日私も着たいなと思ってるんで、うん、一緒に写真撮りたいです。ですね、いいですね。もうこれは本当に鈴鹿ちゃんの視聴者さんに喜んでいただけるっていう想像をして作りましたね、うん、はい、ですね、はい、いい感じに仕上がったと予感していただければなと思います、はい、でこの後ちょっと鈴鹿ちゃん来て少しムービー撮らせていただいて、あ、実際に着用、はい、着用映像をこの後鳴らしたいと思います、はいはい、じゃあそんな感じで、はい、今回鈴鹿チャンネルとバラウタンプロデューサーのコラボグッズのご紹介をさせていただきました。あれですね、鈴鹿ちゃんの方の動画でももうまた違う感じでそうですね、グッズのご紹介をしていると思うので、はい、まあ、概要欄にリンク貼っとくので、はい、ぜひ合わせてみていただければなと思います。それでは今日またバレのターンまでわざわざお越しいただいていえありがとうございました。じゃあまた10月です ね、 そうですね、皆さんとお会いできるので、はい、はい、お待ちしてますので、よろしくお願いしま す。ありがとうございました。ありがとうございました。
How do you like traveling? How do you like the United States? How do you like Hawaii? Organized by Balino Town Clothing Store Michia Suzuka Channel Suzuka Alpha Sinza Complete Michio American and Hawaiian Culture Blend Trip Meat Market Thank you so much for watching.Don't forget to like the video. Subscribe to my YouTube channel. I will see you guys again soon. Bye.